物館のセキュリティは、あの端末で管理されてるみたいだね。僕がセキュリティを解除できないか試してみる。どんな小学生ですか？ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、こっちランクも B ランクに上がったので、やっと入れる友達の家なのに。つら。あら？アイラちゃん、いらっしゃい。よく来たわね。なんか、見た目にそぐわず、可愛らしい声やね。かんちゃんのお部屋は2階よ。ゆっくりしていってね。後でおやつを持っていくから、お部屋で待ってちょうだいね。はい、お邪魔します。どうも、なんか、見張られ夜みたいやけど。2階。あ、降りた。違う。待って、どうやって、どこだこれは。どうやって行くのこれ。あ、こっちから入れた、普通に。どうも、家の中で迷子になるっていう。やあ、イラちゃん、待ってたよ。本当は迎えに行くつもりだったんだけど、ちょっと手が離せなくてさ。ね、パパにもらった博物館のチケットがあるから、これから一緒に見に行かない？お、デートか。本当？行っていいの？うん。アイラちゃんならきっと行きたがるって思ったよ。クマやケイタを誘っても行きたがらないと思ったからさ。やっぱり僕も行ってみたいし。じゃあ、今日は博物館だね。それじゃあ早速だけど、博物館に行こう。てかさ、カンチが迎えに来てくれとったらさ、B ランクに上げる必要なかったんじゃない？博物館のチケットを手に入れた。かわいいチケット。博物館とかさ、学校の行事とかでしか行かんのやけど。博物館か、楽しみだな。博物館でデートなんて、最近の小学生は進んでますね。そんなんじゃないよ。そんなんじゃないのか。ひょうたん池博物館へ行こう。なに？現地集合っすか？まさかの？せっかく迎えに来たっていうのに。どうも。あら？もうお帰り？かんちゃんは先に博物館に行ったみたいよ。どうして先に行くかな？何女の子いていきよん。どこ？しかも受付にもおらんとか意味わからん。何勝手に見学始めとん。あ、アイラちゃん、いつ来るのかなって待ったんだよ。いや、一緒に行けよ。これはティラノサウルスの骨格模型だね。アイラちゃんも恐竜は好き？うん。そうなんや。即答。恐竜に絶滅理由にはいろんな仮説があるけど、特に有名なのは隕石の落下だよね。あ、なんか小さい頃とかならおばあちゃんとかに連れて行かれたことあるけど、確かに楽しかった。隕石の衝突で巻き上げられた塵が、太陽の光を遮って生態系を壊したんだ。そのせいで寒くなっちゃって、恐竜もいなくなったのよね。そうそう。アイナちゃんなら分かってくれるって思ったよ。恐竜が生き残って進化してたら、どんな風になったのかな。せっかくだし、他の展示室も見に行ってみようっと。恐竜がずっと生きとったら、人間はここまで栄えてなかったのでは。博物館の展示物を見て回ろう。いいね。あれ、どうしたの君。やばいの。やばすぎるの。人生最大のピンチなの。お姉ちゃん、このピンチ聞いてよ。僕ん家にさ、触ったらダメな家宝の壺があるんだけど。お金持ちっすか。その壺を野球の素振り練習してる時に割っちゃって、怖くなって逃げてきたんだけど、よく考えたら逃げた方がやばいよね。ね。まあ、そりゃね。子供のうちはいっぱい失敗をするものです。でも失敗、家宝なんやろ。やばくない？失敗してもすぐに謝ればいいのですが、なかなか難しいんですね。あ、でもあれか？専門家とかに修復してもらうとか、それやったら大丈夫なんかな。そこで父ちゃんと母ちゃんの好物を持って帰って謝ろうと思うの。すごい軽い。まあ、小学生やけん、しょうがないんかもしれんけど。小学生なんかな？幼稚園児ぐらい？その好物を持ってきてほしいんだけど、協力してくれない？それも自分で調達せんのかい。ありがとう。父ちゃんと母ちゃんの好物は今から言うから覚えてね。父ちゃんは特上霜降り。へえ。母ちゃんは深い漢方が好きなんだ。この札を見つけたら僕のところまで持ってきてよ。特上霜降りに深い漢方ですか。子供が持っていくものじゃなくね。なかなかにお高いものを頼まれてしまいましたね。どちらもジャングルハンターで虫や魚と交換できるので、そちらで手に入れるのも一つの手かもしれませんね。頼み事、人生最大のピンチ発生。クエストメニューを確認しよう。それ以外では交換できん感じなんか、交換っていうかゲットできん感じなんかな。これ何？
鶏ももか。特上は特上霜降りは。深い漢方は。まずいじゃダメですかね。まずいじゃダメですかね。ジャングルハンターってさ、何したらいいんやっけ。ちょっと待ってろよ。特上霜降りと、待つな。こっちは今、お手伝いで忙しいんだ。どこ？感知。いたいた。教科書で見たことあるけど、これってレブユかな？僕、歴史にはあんまり興味がないんだよね。そうかな？私は面白いと思うけど。私は歴史自体は好きやけど、歴史的な美術品とか、なんか、出土品みたいなのはそんなに興味ないよね。あ、もちろん歴史のロマンとかそういうことを否定するつもりはないよ。やっぱり人間には向き不向きってものがあるよね。次はどこを見に行こうかな。だから一緒に行けよ。なんで先々行く？しかもどこに行こうかな？って何？私には予想して来いということか。あ、すごい、ぐるぐる回って見える。いや、これはぐるぐる回ってるな。絶対回ってるな。目の錯覚的なやつ。これは何？回ってるね。そうだね。正直僕には理解できない芸術だけど、後世ではこれこそアって呼ばれるのかな。どうかな？そうそう、カンチの言う通りですよ。偉大な人物というのは、偉大な人物というものは、常に時代の最先端を行くものです。まあ、確かに、亡くなってからじゃないと評価される人とかもおるよね。今では有名な芸術家たちも、当時から認められていたとは限らないですしね。ね、横に飾ってあるさ、なんか魚から直接足が生えとるやつとか。あと何かよくわからん化け物に襲われそうな人とか気になるんやけど、なんなんあれ。ウィス。ほら、見てください、このフォルム。なかなか悪くありませんよ。ウィス。私にはわかんないかも。展示室も見て回ったし、そろそろ帰ろうか。そうしよっか。おー、現地解散すか？あ、まだおるんか、感知。どこどこ？ん？なにこれ？美少女かと思ったけど、なんか、幽霊？そういう感じかな？どこ行った？あ、ここか。何してるの？昆虫？はぁ、楽しかった。アイナちゃんも楽しんでくれたなら嬉しいな。残念ながら探し物は見つからなかったけど、なんか探しよった。あれ？カンチ君、何か探してたの？それよ、それ。そうそう。実は最近、この博物館に変な噂があるんだよね。展示物が動き回るとかなんとか。え？何それ？ナイトミュージアム的な。見たよ、ナイトミュージアム。楽しかった。ねえ、あの噂本当かしら？もしかして、夜になると動き出すっていうあの？そう、あの噂よ。実は私、見ちゃったの。展示室の隅で目を光らせて、今にも動き出しそうな大夜の姿を。動き出しそうなだけで動き出してないんやろ？じゃあ大丈夫やろ。ちょっと怖いこと言うのやめてよ。だって。お？今の聞いた？あれこそ僕が求めてた情報だよ。夜になると動き出す大鎧の秘密。とんでもない事実が隠されてるかも。実はこの間読んだ雑誌で、超科学について特集されたんだよね。てか探し物がその動くやつやとしたら、こんなさ、人がいっぱいおるさ、昼間に動くわけなくない？それは夜に来よう、最初から。幽霊や妖怪といった存在も、未来では科学でしょう。解明されるかもしれないって。本当にそんなものが存在するのかどうか、僕はこの目で確かめてみたいんだ。え、カンチも夜、抜け出すの？カンチはデートついでにそれを調べていたんですね。デートはデートだったのか？だったら確実に嫌われると思うけど。動く大鎧の正体、私も気になります。もしかしたら悪い妖怪かもしれませんし。アイナちゃん、一緒に来てくれる？え、でも問題は起こしてないんじゃない？頭のいいアイナちゃんが一緒なら、それを見つけられそうな気がするんだ。わかった。普通女の子を巻き込むかな。決まりだね。夜になったら博物館前で待ち合わせよ。抜け出せるのかい、君は。ねえ。待ってたよ、アイナちゃん。早速だけど、博物館の中に入ろう。
とは言っても正面からは入れそうにないんだよね。まあ閉まっとるやろうね。他に出入り口がないか手分けして探してみよう。うん。子供が入り込めるような場所があったら問題な気がするけど、夜の博物館に入れる場所を探そう。おっと、雲海鏡や。寝てる。あ、ってことはここから雲海鏡が使えるようになるか。この鏡って妖怪の気配を感じますよ、アイナちゃん。それは感知にはわかるのかい。見えるのこれ。ねえ、入れそうな場所は見つかった。見えてるこれ。ん、何それ、古い鏡だね。見えるんや。え、だってこれ自体が妖怪じゃない、雲海鏡。え、鏡が光った。お、起きた起きた。あれ、もう入れた。何これ、なんか赤外線、あれこんな感じなんや。ここはどうやら博物館の中のようですね。さっきまで外にいたはずなのに、こんなことってありえないよ。いや、実際に体験してるんだし、ありえないなんてことはないか。だとしたら僕たちはどうやって中に入ったんだろう。もしかして人間が壁を通り抜けるっていうトンネル効果が起きたのかな。何トンネル効果って。そんなのがあるの。まあとりあえず入って、え、大丈夫それ、近づいたら。なんか警報みたいなになりださん。これって妖怪の仕業だよね。お察しの通りです。これはおそらく、雲海鏡の仕業に違いありません。物に魂が宿るつくも神というもので、人間には普通の鏡にしか見えないんです。あ、普通の鏡として見えとんや。彼らは確か鏡の中の空間をつなぐ能力を持っていたはず。じゃあもしかしてさっき、博物館の前に落ちてた鏡が、でもなんでここに飛んできた？あ、来た。ペローン。懐かしの雲海鏡。さっきの鏡。私、雲海鏡と申します。ここに住んでいる妖怪です。この度お願いしたいことがあり、ここまで来ていただきました。おにゃ？うん。何やら困っているようですね。話を聞いてあげましょう、アイナちゃん。実は数日ほど前から、この博物館は怪奇現象に見舞われているのです。妖怪が怪奇現象とか言うか。夜な夜な展示物が動き回り、恐ろしい声を上げるのです。うん、妖怪じゃない？おまけに私の体に取り付き、安眠を妨げていく始末。なるほど、それで困ってると。私は妖怪の仕業ではないかと考えているのですが。ん？妖怪の仕業じゃなかったら何が取り付いてるの？怖。しかし、私はしがない鏡ですので、その妖怪を止めることができないんです。なるほど。強い妖怪なのかな？その妖怪に困らされるあまりに私たちを呼んだようですね。アイナちゃん、天竜を守るためにも彼に協力しましょう。よし。そうね。うん。僕たちはどうやら奇跡的な確率で博物館の中に入っちゃったみたいだ。どこをどう調べてきた？入り口を調べてみたけど開かないし、こっから出る方法を考えないと。いや、その前に動き回る大夜に正体を調べないとね。でも。ね、ここに鏡があることを不思議には思わないの。さっきまでなかったよ。お昼に博物館を見に来た時は、大鎧なんて見当たらなかったけど。あ、大鎧自体なかったのか。うん。多分奥の資料保管庫だよ。表に出さない展示物を保管してる部屋さ。博物館のセキュリティは、あの端末で管理されてるみたいだね。僕がセキュリティを解除できないか試してみる。どんな小学生ですか？アイナちゃんはその間に鍵を探してきてくれないかな。まあ。やれやれ、仕方ないですね。カンチはやる気満々ですよ。とはいえ、展示物を守るためですから、協力して妖怪を見つけ出しましょう。でも、どうやってこのセキュリティを抜けるの？ペローン。それなら私にお任せください。お。お。仲間たちがたくさん。後ろってあんな感じになったんや。はい、どうぞ、私たちの力を使ってくださいませ。なるほど。博物館に入った時のように、彼らの力を借りれば移動できますね。雲海鏡の中を通って、資料保管庫の鍵を探しましょう。出られる場所は決まっとんか。夜の博物館で夜の博物館で保管庫の鍵を探そう。うわ、めっちゃなんかしよる。すげえな。うえーい！いやー、なに？びっくりした！妖怪出るんか。サトリちゃん、かわいい。シワクちゃん。あのでっかいのサトリちゃんやったんやね。じゃあ君。
多分あれは外に出るための運外球だと思うけん。ペロー。さあこれ、うわ怖い吸い込まれ方が怖い。でどこ行く？ここはどこですかな。あ、一階なんやね。キャー。お、じゃあ君ワープします。ペロー。さとりちゃんなんか体小さすぎて見えんけんさ、怖くない？あのでっかいのだけが。目的地はわかるんかな。あ、あそこにピンが刺してあるね。にゃー、びっくりした。なにめっちゃびくったんやけど。シャレコさんかと思った。シャレコさん、シャレコ夫人かと思ったらカラカラさんやって。かわいい。よし行こう。ここは2階なのか。よし、ワープします。ペロ。帰りしはすっと返してくれるんかな。通った順番とか覚えれんよ私言い切るけど。はい、中身は風のお守りを手に入れた。あっこに妖怪がいるな。なんだあの妖怪は。あ、ここに雲外鏡。はい、ワープします。夜の博物館、普段から妖怪いっぱいおるんかな。それならレベル上げとかに良さげ。え、これ何？戻ってきては、あ、向こう側に行ったんか。え、でもこれ階段、階段はこれ上がれる？上がれんよね。これじゃあ2階に行けないね。私の執事としての勘が2階が怪しいとつけているんですが。うん、2階になんかピンがあったよ。どう？階段前の解除はこれがこうだから。わかった、こっちだな。お？ダメだったんじゃない？こういうのって普通ダメやったらなんか、ね。警備会社に通報されたりとかせんの。あ、こうじゃないんだよね。わかってた。お、いけた？いけた。あ、すごい。あ、でも全部じゃないんや。これでセキュリティが切り替わるのはわかったから。消すためには、あ、切り替わったら別の場所になったってこと？おや、セキュリティが解除されましたよ。早いとこ2回目調べてみましょう。あ、この宝箱が気になる。ほら、取れる取れる。結構行ける範囲が広がったね。はい、中継検知玉。そっちのも。取りたい！スタミナムアルファ。絶対突っ込んできた。ですよね。カラクリ弁慶かっこいいな。おーし。多分私の友達になってほしいっていうこの心の声が聞こえとんやね。え、ま、え、いけんやん。ってことはあっち側の、いやー、待って、怖い。はい、ワープします。ペローン。ふぅ、危機一発。おー、違う場所に来たなぁ。お、君さっき、なったよね。ってことは君か？ちょ、待ってよ、調べさせて。あ、じゃあ、カラカラさん、友達になって。誰も仲間にならんのかい。はい、ワープします。ペローン。どうやらそろそろ着くか。ここは？あ、ここや。これ？もしかしてこの鍵。行きますよ。おそらくこれが資料保管庫の鍵ですよ。パンチのところへ持っていきましょう。なんでこんなとこに隠したん？来場者に取られるよ。そうだね。ちゃんとほら、スタッフが保管しとかんと。資料保管庫の鍵を手に入れた。もうすっと戻らせて、すっと。どう？全部解除できそう？アイナちゃん、今ちょうどセキュリティの解除が終わったとこだよ。遅いな。あ、これでそこか。てか、どこから入ったんそれ。資料保管庫の鍵は見つかった？これだと思うんだけど。これで間違いないよ。それじゃあ早速、資料保管庫に行ってみよう。セキュリティはバッチリ解除しておいてからさ。動き回る大鎧の仕掛けを僕たちが解き明かすんだ。
そこら辺に鏡がいるのは分かってます？はい、ここね。資料保管庫の鍵を使用した。で、これか。うわ、超怖いやん、これ動くん。ふーん。いかにもって感じだね。噂みたいに動いてはいないけど。まあ。変ですね。確かにこの鎧から妖気を感じますが。鎧そのものは何の変哲もないというか、原因は他にありそうな気がしますよ。ん？他におるってこと？何か動く仕掛けがあるんじゃないかな。うわ、怖い。大丈夫？うわ。今取り付いたってことか？鎧が、本当に動いた。これ自体が妖怪なわけじゃなくってってこと？何かが取り付いてる。ん？やってきますよ、アイナちゃん。うぅ。いや、それ自体やわ。見た目一緒やもん。亡霊武者。頑張ろう。はい、のがっぱ行くぜ。ゴー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 。回せ回せ。目がたき落とす。何あれ、刀にもダメージが与えれる。あれかな、なんか刀狙ったら攻撃がこっちに来んなるとかそういう感じ。寒がり、なんかあの刀を吹っ飛ばせるとかそういうことかな。ねえ、ちょっと待って。あー、さすらい玉。さすらい玉。お、まだそこにある。いけい。よっしゃー。さあ次はコマさん。いけい。刀吹っ飛ばしたりとかできんの？人だまらんぶ。ガリガリ。みんな回せばっかりだな。ガリガリ。頑張れ頑張れ。おし、ネガティブ。ネガティブピン。大したダメージが与えられていない。お払い。はい。お払いしておきましょう。ジバニャンやん。大丈夫か。どうや。はい、お払い完了。お、何やっつけた？え、何あれ？ね、なんかネズミ出てきたよ。絶対これやん、狙うの。え、かわいい。え、超かわいい。なんか直しよる。え、やば。待って待って。かわいい。テンション上がってきた。いいね。電電ショック。ちょっとやっつけるのがかわいそうになってきたわ。大丈夫かしら。なんかこのうおとかっていう声が聞こえるけど、見た目超かわいいもんね。よし、のがっぱ行こう。お、どやどやどや。ネガティブになった。ネガタキ落とし。いい感じ。あ、刀が折れた。なるほど、そういう感じなんや。おいし、ジバニャン行くぜ。よし。あれ、なんかもう片方刀出てきた。さっきまで一本じゃなかったっけ。百裂に行きゅう。あ、お腹が治っとる。直したんやね、あのネズミ。頑張ったな。よし、ちょっと電波鼓動。あ、もしや、やられ、あ、なんてこと。電波鼓動がやられてしまった。ちょ、待って、ここで行くわ、プリチーの陣。もう片方、こっち狙っていく。おー、なに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 、呪われし放送。でも、片方折れとるけん、多分、普通よりかは、大丈夫なんじゃないかなーと思うけど、どうすか。お、これは寒がり。頑張ろう。行くぜ行くぜ行くぜ。お礼無視、自分でお払いするんやめてや。やめてや。ガリガリつらら。ガリガリ。あんまりさ減ってなくない？
なんか相手の体力。おっ、よし、行くぜ。なに、誰の声？目敵落とし。ねえ、なんか大してさ減ってないよね、確実に。え、でもなんか、あ、また開いた開いた。よし、行くよ行くよ。やっぱ本体でダメージ与えんといかんのかな。ネガティブ金。よし、またネズちゃん狙っていくよ。かわいい。お、ほらほらほら、ネズミ狙ったらめっちゃ体力減ってくやん。いい感じ。よし、あ、もうもしかして。かわいい。ひたすらかわいい。誰君中身。勝利。え、でも妖怪名亡霊武者なんよね。中身は誰？あれ誰なの？お、全員？あ、ジバニャン以外か。レベルアップ。ふぅ、いいね。お、ノガッパ進化させます。イエーイ、あ、かっこいい。ノガッパは旅がっぱに進化した。いいね、いいね。はい、ニックネームはなしで。かっこいい。旅がっぱの妖怪メダルを手に入れた。ネガティブーンも進化させます。おお、ネガティブーンはジャネガブーンに進化した。ジャネガブーン、なんだそれ。ニックネームはいいです。長袖になったよ。いや、前から長袖やったかな。ジャネガブーンの妖怪メダルを手に入れた。コマさんも進化するのか。させます。誰？コマさんはシシコマに進化した。コマさん消えちゃった。消えちゃった。え、ってことはあれ、コマジロウも進化するの、もしかして。あは、コマさん、コマさん、君だけは戻れるような、なんか設定が欲しい。妖怪大視点の封印が一つ解かれた。あ、でも必要なんやね。シシコマね、中のネズミ出して。ネズミ、はぁ、展示物を壊してしまった。あ、来た。ただのネズミ。チュー、チューチュー。え、かわいい。あれは妖怪じゃないの？動く大鎧の正体が分かりましたね。あのネズミが大鎧の中に住み着いてて、動いてるように見せかけたんだ。やっぱり非科学的な理由なんてなかったってことだね。動く展示品謎も解けたし、そろそろ帰ろうか。今のうちにこっそり抜け出せば見つからないはずだからさ。帰り方は分かるのかい、君。行っちゃった。私たちがどうやって博物館の中に入ったのかは気にならないんですかね。いや、それよ、ほんと。動く大鎧よりもそちらの方が気になりそうなものですが。さっきトンネルがどうとか言ってたけど。行きますよ。とにかく、雲外峡にあの妖怪を倒したと報告に行きましょう。うん。でも、あのネズミが普通に感知にも見えたってことは、あれは普通のネズミってことよね。ありがとうございます。めっちゃ鎧直しよったけど。悪い妖怪を退治してくださってありがとうございました。これで私も安らかな夜を過ごせるというものでございます。何しろあの妖怪と来たら、私の顔をゆらゆらカリ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 と。やっぱ妖怪なの。かじられてたんだ。あのネズミ妖怪は逃げてしまいましたし、もうここに戻ってくることもないでしょう。大きな被害が出る前でよかったですね、アイナちゃん。はい。本当に感謝してもしたりません。お礼と言ってはなんですが、これからはいつでも私をお呼びくださいませ。あ、やっとこれで雲外峡が使えるのね。やったわ。雲外峡と友達になった。あ、友達にもなったんや。イエーイ、やったね。雲外峡も確か進化したよね。私、普段は鏡の中の世界を行き来する能力を持っております。アイナ様が行きたい場所に連れて行って差し上げます。鏡がある場所で私に話しかけてくだされば、ひとっ飛びでございます。目覚めさせるっていう、過程がいるんよね。雲外峡を使ってワープができるようになりました。雲外峡の力を使えば、いろいろな場所にワープができます。ワープができるようになるには、各地にいる雲外峡に話しかける必要があります。ねえ、それいらんくない？雲外峡をたくさん見つけて、行動範囲を広げていきましょう。便利な能力ですね。どんどん活用していきましょう。あ、
て仲間になったこいつが家に来るってこと？じゃないとね、しれっと部屋の中に運河焼きがおるっていう。あいなちゃん、早く帰ろうよ。帰ります、帰ります。妖怪なんていないって、レポートにまとめたいんだ。やれやれ、妖怪ならここにいるのに、感知としたら。普通の人間には妖怪が見えないんだからしょうがないよ。私でよければ、嫌というほど研究させてあげるんですけどね。パンチにこの素晴らしい妖怪ボディを見せられないのが実に残念です。何、妖怪ボディ。素晴らしいんかどうかわからんけど。お、続く。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか博物館デートはさ、現地集合、現地解散やったのに、この夜の博物館ではちゃんと一緒に出ていくんやね。